塚穴山古墳は奈良県天理島方町にある古墳。形状は円墳。そまのない古墳群を構成する古墳の一つ。史跡指定はされていない。奈良盆地東園、西山古墳北側の丘陵端を切り込んで築造された大型円墳である。これまでに墳丘北半及び上半部が破壊されて石室が露出しているほか、1964年1988年に、 発掘調査が実施されている。噴景は円形で推定復元で直径60メートル以上を測り、当該時期の円噴としては全国でも有数の規模になる。噴球周囲には幅9.5から13メートルの集合及び外包みが巡らされており、集合、外包みを含めた外形は112メートルにも及ぶ。主体部の埋葬施設は、 両袖式の横穴式石室で巨石を用いた大型石室であり、南方向に開口する。石舞台古墳に類似する石舞台式石室になり、石室全長は17.12メートルを測り全国でも有数の規模になる。洞窟にあっているため副葬品のほとんどは失われているが、発掘調査では鉄塔片などが検出されている。この 塚穴山古墳は古墳時代終末期の7世紀代の築造と推定される。終末期古墳の中でも墳丘、石室が最大級の規模になる点で注目される古墳である。付近では大型の終末期古墳としてミネツカ古墳も知られるほか、奈良時代の墓として成功な怪獣武道橋が服装されたそまの内科層墓があり、これらを 物の部氏の市長母とする説が挙げられている。特に本古墳については、物の部大市おかりの墓に否定する説などがある。集合右に墳丘、左に外包み。墳丘は現在までに大きく破壊を受けているが、もともとは直径60メートル以上、高さ8メートル以上を測ったとされる。1964年調査では、 直径63.4メートルと推定復元されているほか、噴球周囲の集合は幅9.5メートル、外包みは幅14.9メートルを測ると報告されており、集合、外包みを含めた外径は約112メートルに及ぶ。当該時期の大型円噴としては、藤の木古噴、牧野古噴、宗坂一号噴、永福寺北古噴が知られるほか、 大型宝墳としては石舞台古墳、はみずか古墳が知られ、塚穴山古墳は特に円墳としては群を抜く規模になる。石室手前に原室、奥に沿道。主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開港する。石室の規模は次の通り。石室は、花崗岩の巨石が使用された大型石室になるが、現在までに、 原質、沿道の天井石と、側壁上部が失われている。原質の奥壁は現在では二段積みで、紙石は内径し、側壁の規定石は、東壁、西壁とも二国である。原質の床面は、石布で、特に原門付近には大石を敷き、床面周囲には幅 20cm、深さ 30cm の溝が巡らされる。沿道の床面は、つぶ手式である。 また床面下には排水用暗渠が構築されており、原質奥から沿道中央を縦貫して、集合付近まで達する。石室の形態としては、石舞台古墳と同様の特徴を有しており、石舞台式石室と捉えられる。当該時期の大型石室としては石舞台古墳、岩屋山古墳、千原狐塚古墳、胸坂一号墳、牧野古墳、藤野木古墳が知られ、 塚穴山古墳は有数の規模になる。1964年調査では、石室内からは、業界岩性石管片、土器類、銀紙まくり鉄頭和片、鉄釜が、墳球からは、埴輪片が出土している。また、構成の異物として、石室内から、小骨、中性土器類、石造物が出土しているほか、墳球からは、 中世波か6期も検出されており、中世期に墓地として利用されたことが知られる。1988年調査では、集合などから、末液が出土している。現在では出土品の大半は、天理大学附属天理参交館で保管されている。ありがとうございます。